はい、おはようございます。役員会の概要についてまずは報告をさせていただきます。岸田総裁からは、新型コロナ対応について、12日に、対策の全体像を取りまとめた、確実に実行して万全を期したいというお話がありました。また昨日、市地区のですね、GDP、実質GDP の成長率、発表されましたけれど、前期比、マイナス、3.0% という形でありまして、2四半期ぶりにマイナス成長という結果でありましたが、これは、9月までの、緊急事態宣言など、新型コロナの影響が大きい、半導体不足など、部品供給不足、原材料価格の上昇背景に消費、設備投資、輸出が、マイナスになったことが、大きな要因であると。こうした状況も踏まえ、日本経済の復活に向けて、力強く、取り組んでいくと。19日に新たな経済対策を取りまとめると。お困りの方々への給付金や中小企業向けに、向け給付金、雇用調整助成金の延長に加え、原油高対策など、国民生活を支えるために、しっかりと対策を、講じたい。経済対策について、与党内調整など、大いに汗をかいていただいており、党に対して、感謝を申し上げたい。速やかにこれらの対策を取りまとめて実行に移すことが、日本経済にとって極めて重要である。臨時国会では、我々の政策について国民の皆さんにご理解をいただけるようしっかりと説明をし、丁寧に議論を行っていく。速やかな補正予算成立、来年度の税制改正、予算編成に向け引き続き協力をお願いする。総裁からこういったお話が概要ありました。麻生副総裁からは、衆議院議員選挙で総選挙で絶対安定多数261議席を獲得した、来年の参議院選挙に向けて国会運営をしっかりと進めなければならない、こういうお話がありました。私からは、先週公明党と協議を重ね、給付金等について最終的に両党党首間で合意をすることができた。今週からは党においても経済対策について活発な議論を始めていただいている。19日には経済対策取りまとめるという方針でありますので、国民の期待に応えるためにスピード感を持って党としての取りまとめを行っていきたい。また人事についても固まりつつあります。党として一丸となって来月の臨時国会に向け、国民の皆様の声にしっかりと耳を傾けながら準備を進め、補正予算の早期成立、そして来年度の本予算の編成などしっかりと成果を出していきたい、そのようにお話をしました。また来年、沖縄ではですね、1月の名護の市長選に始まりまして、さまざまな副市長選挙、9月には知事選もあるわけであります。そして全国レベルでも、今年の衆議院総選挙について来年の夏にはですね、参議院選挙、決戦の場があるわけでありまして、それに向けまして、準備を加速したい、こういうお話を申し上げました。もう一点、10月分のですね、文書、交通費につきまして、さまざまな問題提起があるところでありまして、やはり1日だけの、新人、それから10月の14日までですね、約半月間議員だった前職、これが全額支給されるということについては違和感があると思います。各党会が、おそらく議運の場で話し合ってもらって適切な対応を検討していただきたいと申し上げます。少なくとも自民党としては国民から見て適切な対応、これを取っていくということを決めたところであります。次に高木国対委員長からですね、特別国会は予定通り3日間閉じることができた。現在は暫定的な委員長人事となっており、次の臨時国会召集に向けて本格的に
委員会人事の調整を進めていくと。文書交通費、について、私の話を受けまして、議員でも相談したいという発言がありました。それから、岡田参議院国対委員長から、今日、国対政府委員長会議を開く、参議院選を控え厳しい国会になることが想定されるが、衆議院と連結を密にして一丸となって臨んでいくというお話がありました。関口参議院会長からは、臨時国会に向けてしっかりと準備を行っていく、人事について11月10日付で、政策審議会長に藤井元幸議員、昨日付で、議員、副会長に有村春子議員が就任したという報告がありました。世耕参議院幹事長からは、人事について新たな、副幹事長を、推薦した、党本部と、緊密に、連携をしていくと、国対、幹事長室を中心に、臨時国会に向けて準備を行っていく、来年の参議院選挙に向けて、候補者を、特例していきたいというお話がありました。遠藤選対委員長からは、第49回衆議院議員総選挙後の選挙区支部長、衆議院比例区支部長の選任について、支部長の任期は総選挙から総選挙までの間であり、現在すべての支部長は任期満了によりその資格を失っている。まずは新たな支部長選任基本方針を策定し、以降その選任基本方針に基づいて順次選挙区支部長と比例区支部長を選任することになる。今日の総務会において支部長選任基本方針について説明する予定だ。なお内容については前回総選挙後に策定した方針を踏襲している。都道府県連とも連携をしながら支部長選任作業をしていくと、こういう話がありました。高市政調会長の方から昨日政調全体会議を開催し、経済対策案について政府側から説明を聞くとともに出席者による議論を行った。この議論を踏まえ明日改めて政調全体会議で経済対策の修正案について議論を行う予定である。明日、了承を取れれば19日金曜日に政調審議会総務会と手続きを進めていきたいという話がありました。最後に福田総務会長から本日11時から総務会を開催する、党役員人事支部長選任について取り扱う、こういう発言がありました。私の方から以上です。それではご質問ある方どうぞ。NHK の山本です。冒頭お話のあった文書通信交通滞在費についてですけども、具体的には議運でということですけれども、野党の間からはですね、在職日数のうち日割りで払ったらいいんじゃないかというのが上がっていますけれども、現時点で幹事長として、こんな案でいったらどうかとか、具体的な案というのをお持ちでしょうか。各党で話し合うことだと思いますが、いずれにしてもですね、まとまるっていうことがいいんだと思いますけれど、制度改正を待つ前にですね、まずはその、各党で自主的にですね、変換をするという取り組みが必要なんじゃないかなと思います。私はまず新人の方、または元職の方、これについては、1日しかですね、議員でいらっしゃらない方、場合によってはですね、当選したのが、なんていうか、11月1日だと0日かもしれませんけれど、これは常識的にですね、これは全額、平均してもらうんだと私は思います。それから我々前職、14日解散まで議員であった人について、これ日割りにするのか半額にするのか、そこは適切に判断していけばいいということだと思ってまして、国民から見ておかしいなとこれはという形にならないような適切な対応をですね、速やかに取りたい。全体が同じ形でまとまる、これが望ましいと思いますけれど、いずれにしろ自民党としてはやります。朝日新聞の上地です。この関連しまして、党として元職だったり新人の方には寄付をするように求めるということなんですか。そうです。
でさらにその寄付のどこかの送り先というのは今後党として考えるということでしょうか。そういうことですね、国には戻せませんから、どこか適切な、なんていうか、寄付先を考えるということになると思います。北海道新聞の原と申します。憲法改正について伺いますけれども、先日の国会終了後の NHK さんのインタビューとか読売新聞などのインタビューなどで、実は緊急事態について国民の切迫感が高まっているとお話ししましたけれども、自民党の会見要項の中では緊急事態条項が最も議論を進めやすいというお考えなんでしょうか。また衆院選で勢力の場所や維新の会などが憲法審の毎週開催を求めていますが、自民党としてどのように対応するかお考えを。まずですね、憲法改正について、主戦場は、国会の場に移っていると、このように考えているところであります。もちろんそのですね、どの項目を優先に扱うか、今お話のあった、緊急事態、これ今までですね、どちらかと言いますと自然災害、これを中心にですね想定していたのが、当然昨年来のですね新型コロナ、こういったパンデミック、こういったものも、ですね含めて国民の皆さんの中にも切迫感というのはあるんじゃないかな、こんなふうに思います。自民党としては4項目決めているわけでありますけれど、どれを優先的に扱う、まさに国会の場で各党がですね活発に議論していただければと思っています。国民投票法のですねインターネットの扱い等々もあると、このように聞いておりまして、どういう順番でやるかということはまさにその、憲法審査会、こちらでの議論になってくると思いますが、積極的な活発な議論が進むと、いうことを期待したいと、こんなふうに思います。日本新聞の河合と申します。2点お伺いします、はい、1点目は役員会と役員連絡会で先ほど言及のあった文通費の件、はい、幹事長、田部国対委員長以外で発言はあったのかどうかというのが1点と、もう1つは先ほどの支部長選任の手続きですけれども、今後のスケジュール感について伺います。まず第1点目ですけど、ここは幹事長として明確に先ほど言ったような方針を、お示しをして、基本的にはその了解いただいて、高木国対委員長の方はですね、これはやはり各党各会派で、取り扱ってもらうと、議論してもらうということはあるんで、よろしくお願いしたいと言ったのを受けてですね、発言をされた。これで私は何というか十分であった、他の人が発言する必要はないというか、別に異論が出たわけではなくて党としての明確な方針、これを打ち出された、このように思っているところであります。支部長選任につきましてはですね、できるだけ速やかにと思っておりますが、いろんなこれまでの経緯、等々も踏まえながらですね、適切に判断していきたいと。役員会の前に総理かなり早く日本部入られてましたけど、話とか早めに今総理も入られたということで、総裁室で、総裁、副総裁、そして私、党全体の問題についてざっくばらんな意見交換をさせていただいたということです。よろしいでしょうか。副大臣をお待ちしております。ありがとうございました。